今なんか昭和ガレージさん伊丹行ってんの、はい、なんかねいいのがあるということで、いいの面白いのがあるんで、潜入捜査する前に自ら出頭してきたんで、うん、昭和ガレージブース行くぞ、はい、行きましょう。ちょっと今体験してるんで、お体験できる、メタバース、おジブリが楽しみです。今話題の話題のあのジブリのカスタムができる、カスタムができる、うん、あのバーチャル空間、バーチャルであの子見れないですかね、あの子はあの子脱がせれない、あの子はどうかな、お姉さん呼んでください、バーチャルでどうにかできないですか、バーチャル、あのちょっとデートしたいんですけど、バーチャルで、VR 3D スキャナーで取り込めば、はい、できます、できるなんて話をしてるあのメタバースであなたとデートしたいんですが、メタバースで、メタバースでいいですか、加速くらいましょう、ちょっとやってみましょう、メタバース、メタバースやってみましょう、捜査官、僕もあ、充電セッティングしますあ、その前じゃあ車でも、はい、車でも車見ますか、なんか俺が取材してから変わったあれとかありますか、あの新しいパーツありますよ、はい、いろいろ、おう、じゃあちょっとおすすめパーツを、おすすめパーツ今これですかね、一番新しいのこれです、おう、あのサイドシルガードみたいなんですけど、うん、ちょっとサイドガーニッシュといって、まあ、樹脂なんですよ、おお、なるほど、じゃあこう引き締める、そうです、見た目のファッションパーツ、飛び石とかそういうのは、まあ、ガードにはなる、はいはい、まあ、ないと結構塗装面やられるので、はいはい、あるとそういう飛び石とかそういうのは防いでくれます、取り付けは、まあ、両面です、ね、あ、両面でいける、あとは、まあ、純正のボルト2本を飛んでいくことはないですね、それはいいですね、ほらスチールだとそういうわけにいかないです、そうですね、ね、リベットで留めたりとか、まあ、手軽にその両面で貼り付けるんで、ここから下がないっていう感じです、まあ、車高が上がってるように見えますよね、あとはこのステップですね、ステップは前愛知でやりましたね、うん、上から見ても、そうそう、これやっと発売になったんですよ、あ、発売になった、やっとそう、1年くらい前からあったんですけど、なかなか作ってくれるところがなくて、じゃあもう樹脂で作っちゃえばよかったですあの前型の JB23 のクールカーキメタリックで、ね、で色塗ったんですよ、10型にあるやつだ、そうそうそう、ランドベンチャー誰の、まあ、色に塗りました、23の色ですね、23乗りの方おなじみの、今エブリとかハスラーの健康車もこの色、あ、あのなるほど、ジャングルグリーンとはちょっと違って、違いますね、メタリックがメタリックなんで、 JB だと結構この色人気だったんですよね、なるほど、まあちょっと言われるまで俺サングラスしてるからね、普通にジャングルグリーンかと思ってますじゃあこの辺のメタリックと回ってきますね、そうですね、はい、これあの今まであのレザーあったんですけど、うん、スチール製なんですけど今回はアルミで作りました。アルミなんだ。これアルミなんですよ。ふにゃって踏んだらふにゃってならないですか。いや、あの結構しっかりしてるんですよ。曲がらないです。しっかりしてるってバギーって言いそうな。乗っても大丈夫ですね。乗っても大丈夫。あのルーフラックと同じ塗装にしてる。あのリングル塗装、焼き付け塗装です。だから焼き付け塗装なんで結構しっかりしてる。じゃあぶつけてもパリって剥がれることはない。そうですね。ザラザラな感じで、見た目がこのアルミに見えない、ちょっと軽いですよ、結構しっかりしてますよ、まあ、全然これ多分乗っても全然大丈夫、100キロ以上の人乗っても最初一応作ってみたんですけど、耐久性ちょっとまずいかなとか思ったんですけど、案外大丈夫です、根元結構しっかりしたら大丈夫です、那須さんとか乗っても大丈夫そうです、那須さん大丈夫です、那須さん足入んないよ、ここに、あ、そうです、でも今後はちょっと幅広げたらも作ろうかなと思って、あ、どんだけ軽かったらね、はい、広くてもいいですよね、はい、今那須さんのにはステンレスが付いてます、ね、おステンレス製も出すんで、はいはい、ステンレス製が那須さんには付いてます、でもアルミの方が軽いですよね、アルミの方が軽いですステンレスは見た目がツルツルな感じで、ね、テカテカな感じで、まあまあそうですね、もうお好みですよね、お好みです、今回は僕は多分ね、E さんも出してます、ね、うん、これね、うちのカメラマンが、はい、目引いてましたよこれ、まあ、単純に黄色と黒だからちょっと注意引かれたのかもしれないけど、おー、誰がドン・キホーテみたいだから引かれたんだよそこまで言ってねえわこれ去年、うちの和田っていう、はい、ドライバーがいて、はい、各地でダートだったりとか、はい、スピード競技で走ってた車なんですよね、おー、で助手席に
今日いっぱい喋んな。船から見るよ。おお。ちょっと本人本人言いますか本人。何ですかこれ。なんかトロフィーだね。運動会？運動会じゃねえ。彼が運動会の思い出いつまで傷。彼が。おおどうも。彼がジム。ハロージムに。彼これを全部。彼の車。彼の車。彼が運転して。おお。でトロフィー。はい。運動会の。送っちゃったよ。ちょっと情報量多くて、運動会のトロフィーやら、あの奥になんかあの見られた人が、ああ激しくれちゃうんで、ハロージムに、ブーハロージムに。でもレモンイエローがすごい素敵じゃないですか。ね。これ自分で好きで。そうです。あ、スイフトの黄色なんだ。はい、おお。ちょっと見てみますか。あ、じゃあちょっと見てもわかんないけど。あ、軽いやつだ。おお。おお。ちょっといや黄色にしろよ。なんかわかんないけどすごいですね。鉄が多い。まあそうですね。この辺アルミになってますね。これアルミ。ホブス捜査官の好きなカラビナがついてます。お、カラビナ、誰がカラビナ。別にあのロッククライミングとかやらないから俺は。あ、インタークーラーがないですね。インタークーラーはこっちの前を、はい、バンパー中にやってます。はい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 。オイルクーラーとかついてる。はいはいはい、まあ、エンジンルームっていうのは割とカット候補なんですけど、いいですかね。いやでも素晴らしいです。頑張ってください。ナイスジム。こっちがまあまあね、前に取材して、皆さん過去の動画をご覧ください。これどうですか評判は。これ評判いいですね。ああ僕の人、はい、物が良くて、はい、いいっていう好評です。綺麗だもんね。これ新しいのこのグリル、これできたばっかっす。グリルできた、できたとかまだこれ試作品です。おお、見たことないですタイプは、はい、これからのこのね、はい、これから製品化します。ライトもなんか違うんだ。ライトにちょっと似てます。怒り顔のモチーフなんですか。モチーフというかコンセプト。コンセプトは、まあ、バンパーに合わせた感じのデザインをそのまま。じゃあちょっと正面からバンパーに合うように、バンパーに合うように作ったんじゃないですか。あとこれはボーリングショックですかね。はいはい、バイクとかでいいですよね。はいはいはい、ボーリングショックが付いてます。作るんですか。ジムティー専用のボーリングショックです。あ、出てるんだ。はい。あ、でこのフェンダーボディの設定いいですね。はい、軽量化で、はい、フルフルハンド。おお、出た。ほら窓の窓、くるくる窓。え、なんで売れるんですか。軽量化。軽量化です。一応軽量化だし、水没して機械壊れた時は手で開けて握れますね。そう、そういうこともできます。え、これは市販販売する。これはまだ分からない。してください、これぜひ。ぐるぐるハンドル、はい。そしたらここで間違わなくて済むし。ということは、あの真ん中のボタンを押すとどうなるんですか。あのスペースは、あれはもう使ってないです。へえ。ちょっと回しいいですか。回してください。窓でかいかな。うち中華でかいですよね。そう、でかい。別にそんな普通に動きますよね。うん。おお、こっち。あ、これ楽しい。これはいいわ。シンプルだし、時代の流れに逆行する感じになりますけど、ね。まあでもジムニーは好きな人多いと思いますよ。はい、これ何キロぐらい軽量になります？モーター分ぐらいなんで500グラムとか。ああ、教えてます。そろそろメタバース。ジムニーさんの方、はい、正面向いて、ね、体をもうちょっと動かしてください。あ、すいません、ミニホーム捜査官、あのかけたらロボット化するとかじゃないので。あ、違う。これ VR ですよ。お、すげえ銃構えてるみたいに見える。あの進んでください。パーツを取りに行く。右見てください。あ、いたぞいたぞ、頑張れ。いや、違う、はい、犯人出てくるとかじゃないから。ちょっと下がってもらって、はい、下がってください。あの十字キー。ちょっと物理的じゃないよ。十字キーで。はい、もうノートレだな、これ。下がって。ああ。下がって。おお、怖い。気持ち悪い、気持ち悪い。揺れてる。
はい、で、今ジムにあると思うんですね。じゃあ打ってこねえってだから、はい、あのパネルがあると思うんですけど、はい、パネル、あの青いビームで打ってますよ。うわ、リアルジムに。へぇ、はい、ここからモニター見てるとセガサターンのグラフィックみたいですけど、リアルなんです。あ、色変わる、色変わるぞ。もちろん俺が乗ってるのはシルバーだから、はい、シルバーオン。おお、ミニホームス号だ。おお、これで、お、1インチ、はい、2インチ、おすげえ、1インチ、なんでやろ、3インチ。あ、おお、で、もう一回前を見てください。前、車の前、左です。ああ、前の方、前の方、遅いな、遅いな。 B ダッシュないですか、 B ダッシュ。ちょっとね、あえてゆっくりにしてます。で、カーボンモネットつけてもらってる。カーボン、おー、行くぞ、カーボンモネット。お、どうですか、これは。あなたの、あなたの車ですか。あ、いてどうしたんですか。うわ、めっちゃリアル。そう、カーボンモネット作り込んであるの。すげえ、いや、これうわ、マジで。落ち着いてください。分かってても、怖い。本当に嘘だ。ここまでやったらすごいよ。うわー、バーチャル事故。あの、車の中にも乗り込みます。ちょっとね、乳首やん。いやいや、なんでここノブが、なんで乳首わかんない。ここにノブがあるの、偶然。終了。うん、はい、じゃあ置いて帰りますんで。いや、ちょっと待ってください。おい、ありがとうございました。はい、こんな感じ。あ、誰もいない、誰もいない。いや、いる。あ、落ち着いて、みんないるから。落ち着いて、誰もいないぞ。一生その世界で暮らすわけじゃないから。よかった、はい、これもし、はい、ジムより安いなら、はい、もうジムにいらねえって話になっちゃう。そのぐらいすごい。そんなリアル。ちょっとやってみたい。体感してみないとわかんないですけど、はい、体感するとすごいよかった、はい、すごい驚くと思う。あー、やっぱ気持ち悪い。うわー、ほら、甘い。気持ち悪い。あ、通じてくる。ちょっと下がります。すごいだろ。下がる。やばいやばい。前、前行ってください。前、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 前。バーチャルで虫が飛んでるよ。飛んでる、飛んでる。これバーチャル、バーチャル。やめろ。殺すぞ、バーチャルで。おい、どこだ。じゃあ、そこで、はい、武器を変えてください。どっちでもいい、どっちでもいい。すげえ、まあ、気持ち悪い、気持ち悪い。ジムに変えます。お、すっげえ。どこ見てんだよ。じゃあ、好きな車の色か。で、そこでしゃがんでください。お、すげえ。そのまま実際に2歩ぐらい前に出た方がいいよ。左の左、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 右の方のバンカーも変えて、バンカー、バンカー、リアバンカー、リアバンカー、シルブラック、黒か、同色かみたいな。あー、かっこいい。あー、悩むな、これ。まあ、といったこんな感じですね。はい、わかりました。じゃあ、上山さん、そのままで行きましょう。はい、井上店長、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そのままで行けねえだろ。おー、なんかリアルな感覚とかある。いいよ。おい、現実より楽しい世界だから。そうっすね。そう思います。全てを忘れて。お酒ありますか。ストレスここで飲みます。お前、日々のストレスが出ちゃってるよ。バーチャルガールズバーみたいな。ありがとうございました。はい、いやこれの AV がすごいらしいですよ。見たい。すごい。ソフト持ちないですか。ない。どっかに出かけてる気分でストレス溜まりますね。うん、本来はあの歩けるんですよ。あ、なるほど。だから車の歩けるスペースがあれば、あの、本当に歩いてやれるんですよ。はい、おー、素晴らしい。その方が本当実物実際に見てる感じになれると思うんですけど、今回スペースの関係で移動はもう十字キーにしちゃってるんですけど。この辺はでもね、やっぱりちょっと僕に年上で PC エンジンの世代じゃないですか。いや、ビッシュ、誰がビッシュエンジンだよ。プレイステーションでスティック慣れてるから。俺はゲームボーイでヨシの卵やった世代だよ。そうなんですね。いや、でもなんか、ね、あの、注文してからこんなカスタムしようっていうのが、すごい楽しみになるような。欲しくなります。井上さんも、はい、毎年この名古屋、愛知からね、ああ来るの大変だろうから、もう来年からバーチャルで東京、ね、おっさんの来ちゃえばいい。実際この人見て。そうっすね。この中に存在すればいい。わかりました。いいものを見せていただきました。はい。Thank you, はい。チャンネル登録。やり損なうな。